私は本当に今この安全保障関連法案で日本が大きく変わるまあ一種の分岐点にいると思うんですけれども、ね、あの実は鍵を握っているのがその維新の党だと思うんです。はい、えで実はですね、えー、昨日の 夜ですね、はいえー、安倍総理とその維新の党の最高顧問の橋本徹大阪市長がホテルで、えー、3時間にわたって、えー、ご飯を食べたとこれ、松井さんも一緒だったんですね、はい、大阪府知事のね。 他にご飯食べてるはずがないので、うん、ええー、まあ、これをお,おそらくですけれども。その安倍総理の側から言い出したっていうことなんで、うん、その安保関連法案でね。えー、その維新の、ええー、まあ、協力を求める。 っていうふうに、えー、頼んだんじゃないかであのさっき一台のニュースで橋本徹大阪市長がツイッターで民主党と組むのは良くないとはい、はい、空に空論の党にと一緒にやるのい問題だって言うからこのアベストのお食事が早くも抗争したっていうか効果を発揮したんだと思うんですけれども、うんはい、私はですねこの 結論から言っちゃうと、この安保関連法案、えー、今、ものすごい問題、紛失しているわけですよね。えーでえー、にもかかわらずう、多分維新が採決に協力する形で、えー、強行採決によって、えー、成立しちゃうんじゃないかと、維新が賛成するとは思えないんですけれども、はい、要するに本、本 会議を欠席して与党だけの単独強行採決っていうのは避けられるんじゃないかっていうその同じ強行でも野党が一党でも入ってるのと全く入ってないのとではその強行するイメージ強さのイメージが全然違うと、ね、これですねもう今安倍内閣の支持率がもう40%ギリギリのところぐらいまで下がってきているのでもしでそういう 国会でその無理やりっていうのを繰り返すと、まあ、単独強行採決みたいなのをやると、まあ、政権の維持が危なくなってくるとにもかかわらず維新がそれをアシストするっていうことが起ここるんじゃないかでこれはあの全く根拠なしに言ってるわけではなくてですね、えー、労働者派遣法の改正案っていうのが、あのー、国会で審議されているんですけれどもそこで 維新の迷走ぶりっていうのも驚くべきものだったんですね。うん、でそれは何でかっていうとこの派遣法の改正案によって、えー、実はあの今まではあの一般の職種については、えー、特定のこの仕事についてずっと派遣で 仕事を続けるっっていうことはででなかったんですね、はい、でそれは新しい改正案だと人を入れ替えて3年ごとに入れ替えればこのお仕事はずっと派遣の人がやる仕事ですよっていうのを OK にしましょう。うん、でしかも今まではあの専門的業務の26業務に関しては、えー、派遣機関 えー、無期限だったんですで例えばですねこういうラジオ局とかテレビ局でこうディレクターさんとかご専門的な仕事をしてる人が派遣で最初ずっと来てたんだけどもう5年10年やってるうちに「もうもうこの人なしだともう,もうあらねえや」って言ってその人が社員になるっていうケースもそんな多いわけじゃないですけどでも確実にあったわけですよ。 でもこれからどうなるかっていうともう職種を問わず全部3年が上限ですよっていうふうに切り替えるでこうすると派遣労働者の人っていうのはもう放浪の旅に出なきゃいけないし、うん、いろんな職場をでいつもこう新,新入りになっちゃうわけですよその職新しい職場ではねでそうすると結果的に派遣にずっと固定化されるっていうことが起こるのでこれはダメでしょうっていって。 で,で、野党は反対してきたわけです。で、この派遣法の改正案に対して、その維新と、それから生活と民衆の三党が、まあ合同で、えー、同一賃金、えー、どあ同一労働同一賃金推進法案っていうのを、まあ議員提案の形で出したわけです、ね。ある種、対案という形で出したわけですよね。だからこう格差が生まれるけど、まあ賃金が同じだったら、まあしょうがないかな。 でこれはですね、私は極めてまともな法案だと思ったんです。で、それはなんでかっていうと、先進国では同一労働同一賃金っていうのは当たり前なんですよ。同じ仕事してて、えー、給料が違うっていうのは、これはおかしいんですね。ねところがですね、この維新が突然、単独で、 その自民、公明、与党と修正協議をやってですねでこの同一労働同一賃金の法案をですね、えー、待遇の均等及び 均衡の実現っていう難しい表現なんですけど、うん、要するに、あの、正社員と派遣社員は、まあ、その地位が違う、背負ってるもんも違うので、えー、その間では別に同一賃金にしなくてもいいですよっていう、もう完全骨抜きの修正をするっていうのを、与党と合意して、で、この同一賃金、同一、同一労働、同一 賃金推進法案を成立させるのと引き換えに労働者派遣法案の採決に応じると、うん、だからこれも与党の単独強行採決になるところを維新が出ちゃうっていうことでおそらくこの労働者派遣法の改正案は成立しちゃうんですね、うん、維新の協力で、えー、成立しちゃっとだって「お前ダメだ」ってついこの間まで言ってたじゃないか っていうふううふに思うんですけれども今、森永さんがおっしゃったケースと同じようなケースが、安全保障法制に関しても起こりうると、ねで。それをやってくれっていう依頼を、多分安倍総理は橋本市長にしたんじゃないかな昨日の会談で、夕食会で、ね。で、私はですね、その何が怖いか。 っていうとですねこれ実は維新っていうのはもともと大阪維新の会から国政に出てきたのでまあ、大阪組とその他組っていうふうに分かれているんですよねこの大阪組の人たちっていうのはあの今でも橋本市長を首都仰いでいてでもうどこまでもついて いきますなんとか国政にまた引っ張り出したいと思ってるってあ東京のメディアではあんまり報じられてないんですけど大阪派でそういう大阪の維新の人たちに聞くともう橋本は引退なんかさせねえんだ彼は日本にとって最も大切な人だっていう人がいっぱいいるわけですよでもう一つこれも東京ではあんまり報じられてないんですけど大阪の維新の、えー、議員はもうみんなすごいタカ派なんです。 え橋本市長がえ僕なんかハト派ですよって言っちゃうぐらい、うん、すごく高派なんですねだからこの人たちは本音では安全保障関連法案に賛成なんですよ。ということはねこの維新がこの橋本さんの、えー、指揮の下、えー、一気にこう自民党を手助けする方向に行っちゃうんじゃないかなでもねこれ、えー、実は安全保障関連法案の その審議の中で、えー、例えばあの国会に呼んだ3人の憲法学者がそれ揃って憲法違反だっていう意見を述べて、えー、で菅官房長官がそんな合憲だっていう学者はいっぱいいますよ って言ってたんですけどじゃあ名前を言ってみろって言われて3人しか言えなかった、えー、私が知る限りも,もう全体で見るともう本当にこれが合憲だなんて言っている学者はほとんどいないっていうのが実態なので,で国民ももうちょっと丁寧にこれ日本の在り方を変える問題ですから丁寧にやりましょうよっていう国民があっ 圧倒的であるにもかかわらず、とにかく国会延長して、夏までにもう強行採決だって、これは私はいくらなんでも、ちょっとひどすぎるかな。うん、で、あの、ある大阪の人が、橋本徹の役割は、破壊だと、大阪市をぶっ壊す、ぶっ壊さないと新しいものが。 できないんだって言ってたんですけれどもこのまんま行くと橋本さんの指揮の下、えー、日本の平和と平等がぶっ壊されちゃうんじゃないかっていう気が私はして仕方がなくてですね是非、えー、ですねもう、えー、引退するっていうふうにおっしゃってるんですけど今まだにキーマンになっているのでここは一つですね 冷静にやりましょうよっていう大きい土産を残してほしいな逆に言うとその強行採決の手助けをして正解、えー、をさるのはちょっとあまりに無責任じゃないかなっていうふうに私は思うんですけど、 きっととこの声は届かないんんだと思うんですね、うん、ある種はあの引退をすると言っていながら、えー、陰性を敷いているかのようなイメージですよね今のところね。そうなんです、うん、まあ私の意見を聞いてくれないのは私は橋本大阪市長から「バカコメンテーター」って呼ばれた <laughs> 1> 第一号ですから。<laughs> 記念すべき <laughs>、えーえー、でもですね「えー、バカでも、えー、平和と平等は守るべきだ」と。 私は思いますけど、ねうんまああの憲法学者の3人の方が憲法審査会でこれは違憲であると安全保障法制はって言ったところでまたいろいろ大きな潮目が変わってこのまま安全保障法制この国会乗り切れるのかな通過するのかなっていうところでまた、えー、官邸が反撃に出たと、はい、つまりそうそう民主党維新の党が野党として一緒になることをこうくさびを打ち込んで分断して、ええ、維新の党を自分たちの方に引き寄せてキーマンが。 橋本徹市長だったなっていうのが今の状況なんですよね、うんまあ、あの安倍総理、あるいは官邸政府としては当然そういうことは自分たちの考え方を通したいがためにやっていくとは思いますけどまたその安全保障法制ちょっと今疑問だよって思う人たちは今度どういう行動をしていったらまた潮目が変わるい,、はい、いや分かんあのこれをなかなか止めるのが難しいんですけど私個人的には。 今度の選挙で見てろって、個人的には思ってますけどね、えそれが国民的な流れになるかどうかは、まだ全くわからないですよねただ、今度の選挙で見てろって言っても <laughs>、もう法律は成立してしまって、日本の進路としては大きくか舵を切る切った後だと <laughs>。 もう一度法律を作って戻すあのやっぱり私何度も日本国憲法を読んだんですけどどう読んでもあの外国に行って、えー、武力行使の手伝いをしていいっていうふうに書いているとは全、ま 全く読めないですもう何度読んでも、うん、あの戦争の放棄と武力行使はやめますって書いてあるんですよ、日本国憲法には、うんまあ、憲法学者の人たち何を言ってるかというとその安全保障うんんじゃなくてあの法律は憲法に照らすとどう考えたって無理がありますよとこれは立憲主義破壊しますよっていうことを言っているわけで。はいね、それは まあ理にかなってるような気はしますけどね、だったら憲法改正をちゃんとやった方がいいんじゃないかっていうことたぶんね、法案が成立した瞬間に、これは違憲だっていう裁判が起きると思います。